8章、漂白の裏側。どうぞ、中まで。うわぁ、緊張感しかないよ。ねえ、構想中じゃなかったの？この人たち。ああ、そのはずだ。おかしなとこでお会いしますね。状況が変わったって感じなのかな。組織同士は構想が本格化する寸前ってのに、ここは別世界のようじゃないっすか。俺たち3人が会うのは年に一度あるかないかだ。だが肉の壁の均衡を保つため情報を共有する必要があれば、こうやって膝を突き合わせて会うことだってある。今相当やばい。下の門同士が血流し合ってます。止めなくていいんですか。うちの青龍会は若い者を2人蜂の巣にされた。そして半貧竜マンは庭先まで勝ち込まれた。こうなった以上簡単には止められん。先に引いた方のメンツが潰れるからな。何の理由もなく矛は収められん。とりあえず一旦やめろよって。そういうこと。うちだって同じ。言おうぜ。そういうもんじゃないの。なるほどね。そうじゃないのか。じゃあここで何やってんだよ。トランプでもやってこの構想の勝ち負け決めるのか。それで止まったら一番いいな。そのアイディアいいね。いいでしょう。叫んなよ。すでに人が死んでんだ。なのにあんたらがここでこんな狙いごっこしてるって下々の連中は知ってんのか。知らねえだろ。あんたらそれで平気なのかよ。春日よ、自分の物差しで勝手なことばかり吠えてんじゃねえぞ。でも会長、高部の頭は今この蝶が拉致ってて。拉致ねえ。でも君が言うよりかは頭はうちで丁重にもてなしてるよ。俺としちゃ返す口実があればすぐにでも解放したいくらいだけど。じゃあこのままずっと睨み合ってる状況が続くってことですか。そういうことになるな。またいつ死人が出るかもしれねえのに。すぐ死ぬよ。だからこそ睨み合いの状況が必要なんだ。兵隊らが本気で睨み合ってこそ三スクリーンだ。兵隊均等な三角形は外部からの圧力に対して高い強度を持つ。日本も独裁の構造から三権分立になった。それが最もバランスがいい。つまり理にかなっていたからだ。わかるか。今さらここで戦後の話かよ。なんか古いし、なんかむずいよ。何か。ああそうだ、戦後の話だよ。この町の構造が生まれたのもな。戦後混沌に生まれたのが闇市。そこで初代青龍会が起こった。そこで今ある偉人町の基礎は作られたと言える。その頃わずかに離れた横浜中華街では中国人同士の2つの勢力がその主導権を求めて争っていた、そして勝利した一方は今でも中華街で繁栄した。そして敗れたもう一方は後に半貧竜マンとなる中国人たちだった。だからやばい中華街と、半貧竜マンは生きる場所を求めて偉人町へ追いやられた。だが流れ着いてきたよそ者を青龍会も黙って受け入れるはずもない。半貧竜マンと青龍会との間には当時多くの血が流れた。歴史の話って始めるとやめときに困らないですか。何だそれ。ですか。だが歴史を知らずにこれも話はできん。お前の持っていた偽札だ、カスカ。そうだよ。青龍会。これ何だったの。そいつを承知だったんですか。ああ、コミジュルで刷られた偽札の日本円は全て俺の元に集められる。え？じゃあ青龍会が全部裏で糸引いてたってことですか。どういう意味だ。中国元の偽札はマブチが勝手にやってたことでも、元は日本円の偽札作りがきっかけだ。そしてその偽札の日本円を吸ってたのはコミジュルで、輸入するための基地は半貧竜マン。確かに。結局これ何、それをみんなグルだったってこと。青龍会、
あんたら全員グルだったのか。春日君、結論急ぎすぎ、落ち着きなさい。でもそう、今聞いてる限りそう聞こえるよね。こっちはイライラしてんだ。そもそも清流会の人間に間違われて、拉致られて、抗争の火種だの因縁つけられて、間違いない、ナンバの賢者殺されかけて、挙句いきなり相当戦ったからね、一陣さんのトップに出くわしてんだ。落ち着いてられっか。まったくよね。じゃあ清流会が、つまりあんたが一番得してるって話かよ。偽造された縁の最終的な行き先は俺のところじゃねえ。荻窪豊の懐の中だ。荻窪豊。荻窪豊。ああ、荻窪豊。歩きして見ましたよ。民事党の重鎮ってやつ。ああ、やっぱこいつ悪いやつなんだ。マジであんたら揃って荻窪を支えてるってことか。なんでそんなこと。それがこの地の歴史だからな。え？もう60年も前になる。偉人帳の偽札作りを発案してきたのは荻窪だった。あの人が清流会の初代と半貧流満のボスへ話を持ちかけてきた。政治家が偽札作りを。清流会と半貧流満、龍が如くって絶対政治家絡んでくる。当時の荻窪は市議会議員の一人に、そういう極道ってそういう世界なのかなって思っちゃうよね。だがあの人はもともと偉人帳を縄張りにしていた清流会の連中と、偉人帳へ流れ着いた半貧流満が限られた島を巡って抗争する様子を見て考えたんだ。争い続ける男たちとその家族を何とか救えないものかと。そして自分にできることを探し続け、出した結論が偽札作りか。そうだ。荻窪はまず敵対する組織同士に共通の利益を持たせるため、偽札作りの役割を分担させた。大陸から特殊な紙を仕入れるのは半貧流満、印刷と運搬は清流会という具合にな。で、作る方法は荻窪が。そうだ。その施策が偉人帳の平和には必要だと荻窪は信じていた。だから何としても実現するため、これ荻窪倒しに行くってこと。みんなでコネを使い、紙幣の原料や配合を調べ上げてくれた。今度は政治家と勝負なのか。まあ、当時のその偽札も今思えばそこまでの出来ではなかったがな。今の出来が良すぎるだけだ。そして荻窪はすられた金をこの町の警察連中にばらまいた。え？警察に？清流会や半貧流門に渡したんじゃなくて？金を渡しただけで争いは減らん。根本的な解決にはならんのだよ。荻窪はそこをよくわかっていた。そうっすか。じゃあどうして警察に金を。彼の目的は警察を意のままに操ることだった。渡された金で警察の連中は骨抜きにされ、気がつけば荻窪の言いなりになっていた。偽札だって気づかなかったのか。それくらい警察に偉人帳のある区域を中心に取り締まりを厳重に強化するように指示を出したんだ。治安の強化よね。いいことじゃん。偽札使って治安強化って言われても確かに単なる治安強化が目的じゃない。その区域で半貧流満の人間を清流会の組員が追い出そうとしても、すぐに警察が動き騒動を阻止できるようにしたんだ。つまり抗争が限りなく起きない区域を荻窪は作った。なるほど。そりゃ半貧流満にはありがたいことだ。察しがいいな。結果その区域は偉人帳のグレーゾーンとして保護され、抗争は減り、行き場のなかった半貧流満はその区域を最後の居場所とすることができたんだ。でも清流会はそれで納得できたのか。半貧流満には無条件で島と仕事を与えられたわけだろ。まあな。
しかし清流会も偽札作りによって継続的に大きな報酬を手に入れることができた。それだけじゃねえ。組員が無茶やらかしても警察が出る前に荻窪の一声でもみ消してもらうこともできた。荻窪相当やばいやつじゃん。その上で反品流氓との抗争で兵隊を失うこともなくなったんだ。つまり清流会にも得るものはあった。じゃあもう邪魔すんなよって感じなんだね。でもどうすんだ。荻窪ってかなりのやり手なわけね。ある意味政治家らしい仕切り方っつうか。ふん。荻窪から授かった恩恵を理解できたが。恩恵になるのか。確かに。わかりますよ。そしてその恩恵は我々にも同じ。80年代になってコミジュルもそのグレーゾーンに救われることになった。え？かつて韓国人同士が集って人言派と呼ばれた組織が我々の母体だ。例えば彼は数年前までそのリーダーの影武者だった。人言派は幾度となく敵対組織に潰され、すごい名前だ。その度に同胞はチリジリに異人町へ流れ着いた。私も幼かった頃母に連れられてここに来た。常に争いの渦中にさらされていた我々にとって異人町は安心できる場所だった。やがて噂を聞きつけた同胞も増え、我々は徐々に土地に根付いていった。しかし身の安全だけでは生きていけない。同胞の数が増えるたびハンピン・リューマンとのトラブルも増していった。じゃあハンピン・リューマンと戦争も。いや、そうなる前に荻窪は手を打ったんですよ。絶対もう荻窪が出てくるんだね。我々は荻窪豊から偽札作りの印刷の工程を清流会から引き継ぐよう提案を受けた。なるほど。安住の地と収入の保証、その提案を拒否する理由はどこにもない。まあ、確かに。さらに全ての秘密が漏れるのはすごい作り方だよな。でもこれ命じられた。レーザーで作った。なんか異人町の至る所を見張る紙作ってるとは思えない。作るきっかけになったのさ。そして清流会、ハンピン・リューマンと共にコミジルも異人町の一角を担うに至った。そして偉人さんが完成したってことか。以来長年にわたって我々と荻窪は密かにお互いを支え合ってきた。荻窪は偉人町から生まれる無尽蔵の財源を駆使し、いいな、無尽蔵の財源だって。民事党幹事長の椅子を手にした。もう今の内閣にもあの人と張り合える者はいない。日本の今一番最強なやつは荻窪ってことなんだ。そういう歴史で一つの秩序が完成し、その発案者も出世したか。すごいわ。でも感心しねえな。所詮は臭いものに蓋をして得た秩序ってことだろう。なんだと。結果がどうあれやり方が間違っていると言いたいんだな。では、この人警察ですからね。例えば警察はどうだ。戦後の焼け野原の日本において警察とヤクザの関わりをあんたは説明できるのか。明と暗、それぞれが力を駆使し復興を目指し、それを遂げて現在がある。その事実をあんたは否定できるのか。そりゃその今そういう話はいいじゃないですか。とにかく今教えてもらった話が異人町の過去ってわけですよね。まあ、それがもう事実だね。でも俺らが気になってんのは今後の話です。確かに今の争いどうするのってことよ。俺らがここに呼ばれた理由は要は何です。うん、ナンバで俺らのことを異人さんがどうする気。これ春日君の友達油断したぜ。ナンバ君は消えた弟を探すためにこの町へ潜り込んできた。弟を探す手がかりは、そこの事実はどうなの。弟が追ってた偽札を追うことが一番だと思ったんだろうね。弟は生きてるか教えてほしいわ。そしてコミジュルを嗅ぎ回ったりしてさ。だからもともと難波君は偉人さんには強い敵意を持ってるでしょ。でもよりによってそんな男が偽札作りの現場を実際に見ちゃって行方をくらましたとあっちゃね。難波の口を塞ぐ必要がある。怖いってマジ。そんなこと俺らに知らせてどういう気だ。やめてくれとお願いすれや、ナンバは見逃してくれんのか。本来ならお前らもこのまま見逃してはおけん。
だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがある。わあ、やっとわかるんだ。あ、なんだと。え、その人物に免じてお前には目をつむろう。知り合い、何何、え、しかも帰ってくんのこれ。この偽札を俺に。どうしても教えてほしければナンバーを捕らえて、お前ら自身の手でな。なんちゃんを。でもそんなことしたら。そうかい、カズが。だったらお断りだ。ダチを売ってまで知りたいことなんか何もねえ。それで話はしまいかい。おや、もしもの話、偽札の秘密が漏れれば肉の壁は力をなくす。偉人町のグレーゾーンは消えてなくなるんだよね。困るんだろうな、あんたらはな。肉の壁は治安が怪しい反面、何らかの理由で追われた人間にとってはここが最後の安全地帯ってことって説明したよね。ああ、聞いてたぜ。鈍いね。ここに入ってこれない連中ってのは東城会や近江連合もそうなんだよ。つまりここのグレーゾーンのおかげで命拾いした人間の中にはさ、春日君も入ってんじゃないの。あ、カムロ町で撃たれた後、お前は肉の壁にいたからこそ近江のとどめを刺されずに済んだ。だからわざわざここに捨てられたのか。そう、じゃあ誰かが守るためにここに捨てに来たの。俺にはこの町に借りがあるって。じゃあおやさんなのかな。あんまり人事みたいな顔してるからさ、意地悪言ってみたくなっただけ。くそ。でもやっぱダチを売るような真似は。待て、断る前にもう一つ大切なことを言っておく。うん、何です。何です。難波にはすでに資格を放ってある。危ないじゃん。資格って誰だ。はい、うちが。やばいよ、やばいよ。ハンピン龍馬が。しょうがないじゃん。まあ捕まえてもできる限り苦しまないように始末するようには伝えたよ。いや殺すじゃん、どっちにしたって。うちの子たち。最近仕事が荒いんだよな。いや、お前がトップだったらな。そりゃ止めさせろ。そりゃ無理。俺は偉人さんのために始末する方に一票だから。どうする。放っておいたらナンバー死ぬぞ。だってここに連れてきても死ぬんじゃないの。殺すつもりでしょ。お前がナンバーをつかめろ。ハンピンリューマンよりも先にな。何なんだ。そんなこと言われたって場所が。それなら私の方で目星がついています。この先を。この人たち何なの。始末するっつったり目星がついてるせい、何だかよくわかんねえ。救うのが先ってことか。ハンピンリューマンからは守りたいの。わからない。謎すぎる。とにかく複雑だな。ハン・ジュンギと話せ。話そっか。聞きたいですか、春日さん。難波さんが今どこにいるか。もう知りたい。もうあいつを見つけたのか。いえ、目星はついていると、そう申し上げました。まだ見つけてはいません。ハンピン・リューマンも独自に難波さんを探しているはずです。あ、そういうことなんだ。難波はどこだ。おい。難波はどこにいるんだ。偉人町から出た形跡はまだありません。ほう。コミジュルのシステムが照準を合わせているこの状況で難波さんが街を出るのは不可能です。すごい。じゃあ警察に行くとか。警察へ駆け込むこともないでしょう。どの警察官が裏で偉人さんと通じているか難波さんに見分ける術はありませんから。警察もダメなんだ。となると。ええ、私が難波さんならブリーチジャパンが格好の逃げ場と考えます。え、ここ。え、ブリーチジャパンに。そうか。なるほど。あそこなら かくまってかな、かくまってくれる可能性もあるか。そうなんだ。なのでコミジュルでは今ブリーチジャパンの事務所に監視の目を増やさせています。まだ難波さんの姿は確認できていませんが、すでにそこにいる可能性もありますね。ねえ、どうする。一番、俺たちが難波を捕まえてきたらあいつはどうなる。私の判断することではありません。ですがこのまま放っておけばハンピン・リューマンの資格に先を越されるでしょう。
もう時間の問題です。もうハンピン・リューマンは容赦なく殺してくるってことなのか。怖っ。おい、頭使ってる場合じゃねえぞ春日。とにかくナンバーを見つけねえと。なあ、ブリーチ・ジャパンの事務所はどこに。なんだこれ、馬車街道にある白陵ビル2階フロアが横浜支部です。ほえー、じゃあそこに行くんだ。ブリーチ・ジャパーン。ブリーチ・ジャパンか。なんかでもやだね。え、行くかな、ナンバさん。そこまで頭良かったっけ。おー、白陵ビルに向かいだった。ここでエリさん、あれさっきまでエリさんいたっけ。